松本さん。松本さん、ちょっと、一通り結構聞きたいこと聞けたんですけど、あなたから何かこう気になることとかあったら聞いてほしいんですけど、なかったら無理に聞かなくていいですよ。そうですね。そのマッチングアプリの、会社で働いた時で、なんていうか、1年勉強してからとはいえ、最初大変じゃなかったのかなと思って、そのあたり聞きたいです。大変でしたけど、できないことはないというか、何が大やっ変？ぱり最初はその小さい仕事から始めていくので、全く、日本の新卒とは全く違う感覚で、もう勉強してきてることを実務でやるだけなので、その勉強でやるやり方と実務でやるやり方っていう、そこの違いはあるんですけど、本当日本の新卒みたいにいきなり放り込まれて、これまで大学生だった人に、じゃあ営業やってっていうのとは全然違う話なで。るほどね。なるほどね。ある程度今学んでることに関連のある仕事で、なんて雇ってやるっていう、そういう感じなのね。というか、そうじゃないと逆にもう採用とかしてもでらきえないないよのね。で、で、企業によってはそういう、面接の時点で、プログラムじゃ書いてっていうところもありますし、その会社はそうではなかったんですけど、そういう意味で、そこまで大変ではなかったです。で、仕事もやっぱりその小さいものから、与えられていく、もらってたので、いきなりこう、ボンっていうのもなかったですし、そこは大丈夫でした。なるほどね。なるほど。じゃあ、就職活動してる学生に最後にアドバイスしてもらいましょうか。やば、今、私名前呼びからそうですになっか。た。あんまり黙ってるから、今、名前呼びそうになったわ。アドバイスですか。なんか広いですね。広い広い。ちょうど今のね、就活、今始まるところやね。夏のインターンに向けて、新しい24卒っていうところから今動き出してますってところ。24、20っす。23が今もう後半やけど、そうか、そうです。24卒が夏インターンから、もう今もうすごい早期か長期かやねん。だから3年生の夏のこのインターンからがもうみんなわーって動き出すとこ。じゃあ24卒に向けてということですね。そうやね。だから今はまだみんな食べるの好きやから食品メーカーみたいな。化粧品好きやから化粧品メーカーみたいな時や。何ですかね。就活のこのテクニックみたいなところで言うと、友達をたくさん作ること。で、それも別の大学。自分のサークルとかじゃなくて、サークルとか部活とかじゃなくて、別の大学。で、できれば、ちょっといやらしいんですけど、ランクが上の上のね。大学の人が望ましい。で、アクティブで、に見学ね。で、やっぱそういう人とやってると、すごい情報も入ってきますし、なんかこんな世界があるんだっていうふうに思うと思うんですよね。で、そういう人と、やっぱり、話し合ったりしてると、例えばその自己 PR、学生時代頑張ったことを話すにしても、やっぱり新しい人と話した方が、こうブラッシュアップしてもらえますし、そうやな。お互いにこう切磋琢磨していきながらっていうところが、それがテクニックの、そうですね、テクニックかなと思います。いいで、話だな、いい話。一人でできるところで言うと、やっぱり絞らずにやってほしいなと。とりあえず説明会だけは、もう私なんか、一日に4つ説明会とか行ってましたし、もうできるだけ行きまくって、いろんな業界見た。そうですね、もうやっぱりさっき、その道が狭いくて、周りが見えてないみたいな話もありましたけど、やっぱり見てみないとわからないと思うんですよね。そうやな。
うん、やっぱり一回こうどんと広げちゃってそこから絞っていく方が、うん、あのいいと思うんで、まあ、時間とお金の許す限り、うん、あのいろんな会社を見てほしい。でそれをやってるとやっぱ会社その就職してから役に立つんですよね。はい、そのいろんな業界を知っててその業界のつながりとかを把握してると、うん、こう後でこう会社に入った時に、うん、じゃあ取引先のこの商社さんが、あ、商社ってこんな仕事してるよねとか、うん、この そういうのでやっぱり役に立ってくる、社会勉強っていう意味で役に立ってるので、うん、そうじゃないとこう一つの会社にとらわれた、うん、こうちょっとある意味世間知らずの人間になってしまい、うん、というかそういうこともあると思うので、うん、そういう社会勉強っていう意味でも、いろんな会社とか業界をまずは見てほしいなと思います。うん、はい。もう内容的に最高だったんで、もう私のコメントはなくこれでインタビュー終わりにしたいと思います。今日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。